戦だー。マリサ、やけにテンション高いわね。当たり前だ。今回は第二次天正伊賀の乱について解説するんだぞ。前回の第一次天正伊賀の乱についての解説動画をまだ見ていない人はぜひそっちも見てね。さて、本題に入る前に、ここまでの経緯についてもう一度おさらいしておくぜ。戦国時代の伊賀では強力な権力を持つ戦国大名が出現せず、代わりに、地侍たちの連合である総国一揆が形成され、近江の六角氏、伊勢の北畠氏と友好的な関係を築き自治を行っていたぜ。そうだったわね。ああ、だがそんな平和を脅かす存在が現れたぜ。A61 年1568年9月、尾張の大名織田信長は上洛を果たし、畿内を平定、近江の六角氏、伊勢の北畠氏を次々と攻略していき、伊賀は完全に織田家の勢力に取り囲まれることになったぜ。そして、天正6年1578年、翌天正7年1579年にかけて信長の三男で、北畠氏の養子となっていた信勝は伊賀に侵攻。伊賀州はなんとかこの侵攻を撃退することに成功したぜ。これが第一次天正伊賀の乱だぜ。ここまでは、前回の動画の内容ね。ああ、この時信長は、権力率いる大阪の石山本願寺と戦っており、信勝の出陣は独断であり、後に信長からこっぴどく叱られているぜ。でも、信長の主力が来なかったおかげで伊賀は征服されずに済んだのよね。伊賀州も強かったし、案外このまま生き残れるんじゃないの。甘いぜ。甘すぎるぜ。織田信長という男はそんなに甘くないぜ。なんかツッコミがどこぞのお笑い芸人みたいになってるわよ。天正8年1580年、石山本願寺の権力が信長に降伏。翌天正9年1581年、信長は長きにわたる本願寺との戦いが終わったことで、近畿周辺で信長の支配下に入っていなかった伊賀総国一揆を討伐するための軍を準備するぜ。その数総勢5万、一説には10万とも言われているぜ。多すぎでしょ。ちょっと待って、伊賀には大きな戦国大名もいないのよ。そんな大軍で攻めてくる必要ないじゃない。ほんとだよな。この時に伊賀全域の人口が9万いくかどうかということを考えても明らかに多すぎるよな。織田軍の参加した他の戦と比較してみると、姉川の戦いが1万3000から4万、長篠の戦いが3万8000から7万2000。と言われていることからその規模の大きさがわかるぜ。これはいくらなんでもオーバーキルなんじゃ。ああ、先に言っておくが、これは戦いなんて甘っちょろいもんじゃないぜ。織田軍による伊賀の蹂躙と言った方が正確だぜ。うわぁ、もう話を聞くのが怖くなってきたんだけど。ああ、だが、私は話を続けるぜ。織田軍侵攻に先立ち、上杉村の福地伊代と河合村の三須や次郎が織田側に寝返り軍団の伊賀入国を手引きしたとされているぜ。伊賀州の中から裏切り者が出たのね。信長と戦っても勝ち目がないと思っていた人たちもいたんだと思うぜ。そして寝返った福地氏には戦後、現在の名阪国道伊賀インターチェンジの近くに石垣を持つ立派な城が作られたぜ。福地氏城跡は伊賀では珍しいしっかりとした石垣を持つ城で三重県の史跡にも指定されているぜ。そして、ここから伊賀での戦闘について解説していくことになるんだが、天正伊賀の乱を扱った新朝後期と伊乱期でその内容に大きな違いが見られるぜ。新朝後期では織田軍は4カ所から伊賀に攻め入ったとされているが、伊乱期では6カ所から攻め込んだとあるぜ。どうしてそんな違いがあるの？この前の動画でも言ったが、伊乱期ができたのは17世紀の後半で天正伊賀の乱からはすでに100年近く経った後だったんだぜ。だから、その内容については全てが真実とは言い難いぜ。特に第二次天正伊賀の乱については、物語色が強いように感じるぜ。まあ、新朝後期についても無批判に受け入れられるわけでなはないんだが、その話をすると長くなるので、今回はどの文献の話か断ってから解説するぜ。新朝後期にある記述を元にすると、高学地から攻め入ったのは、織田信勝を総大将に、滝川一益、賀茂氏里、丹羽長秀、京極高次、多賀常則、山崎秀栄、愛貞政、愛貞弘、甲賀衆だぜ。賀茂氏里や丹羽長秀と言ったら信長配下の超有名武将じゃない。すごいよな。しがらき口からは、堀秀政、長田影広、新藤片森、池田影勝、山岡影宗、青木元高、山岡影助、不破直光、丸岡民部の将、青木玄馬の将、多良尾光元だぜ。こっちは、織田軍の武将に近江の国衆が加わっている感じね。そして、兜口からは、織田信兼、滝川勝利、伊勢衆が攻め込み、大和口からは筒井純慶と大和衆が攻め込んだぜ。あれ？そういえば信長自身は攻めてこなかったの？この時信長は安土城にいて、各地からの戦況の報告を受けているが、伊賀には出陣していないぜ。信長や秀吉はいないとはいえ、こんな大軍相手に伊賀州は一体どうやって迎え撃ったの？
新朝後期による徳月3日、イラン期では9月27日に織田軍は伊賀に侵攻。高額地から次へと侵入した織田軍は神社仏閣から民家までことごとく焼き払いながら進軍。上杉、中杉、下杉、上村、野村、柏の、立岡の人々は柏の城に立てこもり抵抗したぜ。だが、柏の城はもともと大軍を迎え撃てるほどの規模ではなく、あえなく落城。ここで、織田軍は壬生の方面の攻略と精神する部隊の二つに分かれたぜ。精神する部隊は御台、新道、富山、東城、西城、土橋、矢上、大谷、三田、野前と進軍し神社仏閣を焼き払ったぜ。伊賀衆もそれぞれ手分けして対応するが多勢に無勢、次々と攻略されていくぜ。なすすべなく、蹂躙されていくのね。さて、壬生の方面では、川東の春日神社背面に春日山城という山城があり、川東、川西、矢端のほか、相田や新道の人々が立てこもったぜ。この地域には春日山城のほかにも壬生の城のような大小の城間が密集しており、集落全体が要塞のようになっていたぜ。おっこれなら守りきれるんじゃ？いや、織田軍相手には全く歯が立たなかったぜ。伊賀衆の抵抗虚しく落城。しかし、不幸中の幸いだったのが、春日神社の拝殿が焼失を免れたことだぜ。戦いの渦中にありながら、なんとか焼失を免れた春日神社の拝殿は、現在三重県内最古級の神社拝殿として三重県指定の有形文化財となっているぜ。ちなみに春日神社拝殿は解体修理が行われていて、令和5年には綺麗になってお披露目されるぜ。さて、イラン記によると、蒲生氏里は友達区にある雨乞山城を攻めたとされているぜ。この城は、近江六角氏に仕えていた山内氏の居城であったが、この時は、上友田、中友田、下友田、小杉、玉滝、内穂、東龍船、西龍船、牧山などの村々から人々が結集したぜ。この城でも激しい戦が行われたが、伊賀衆の奮戦虚しく落城したぜ。次々と伊賀が攻略されていく。さて、北伊賀を代表する城として忘れてはならないのが、河合にある田屋伊予の上城だぜ。この城に関しては新朝後期とイラン期で記述が異なっているぜ。新朝後期では、城主の田屋氏が山桜の松穂と金柑の壺という名品を差し出すことで降伏が認められ、戦にはならなかったとあるぜ。だが、別の箇所では、河合の城主田屋を討ち取るとの記載もあり判然としないぜ。一方、イラン期では、織田軍との間で激しい籠城戦が展開されたとあるぜ。こちらでは、河合、馬場、円徳院、瀬貝、大江、はじきの、石川から伊賀衆が結集して防衛に当たったとあるぜ。だが、ここでも伊賀衆の奮戦虚しく、織田軍による殺戮が行われて伊賀衆は敗れてしまうぜ。ここまで連戦連敗じゃない。ああ、この蒲生氏里らの進軍により、北伊賀地域は壊滅的被害を被ったぜ。織田軍は佐那部方面へも攻勢をかけ、伊賀一宮愛国神社も焼き払われたぜ。さて、時を同じくして、しがらき口より侵入した堀秀政は部隊を二つに分け、一つは丸柱、音羽、ひそがちを蹂躙。もう一隊は、野間、大谷、西村、東村を焼き払い進軍したぜ。この時、島ヶ原の伊賀衆の増地子源太は戦わずして降参したぜ。こんな大軍を目の前にしたら降参するのも仕方ないわよ。ああ、だがこの降参があったおかげで、島ヶ原は戦火を免れ、看護大事の正月堂も消失せずに残ったぜ。さて、大和国笠間より伊賀に侵攻した筒井順慶はまず、小毛、東田原を制圧し、北上。あ、そうだ、現在の森田のあたりに陣地を形成したぜ。このように、各方面から攻撃された伊賀衆花形の肘山に結集し、決戦を挑むことにしたぜ。肘山っていうのは、今の芭蕉の森のあたりね。伊賀衆は北伊賀で残っていた勢力をほぼ結集させていたぜ。その内訳は、長田、長屋、ホッケ、麻生田、白樫、八田、久米、大内上野省、四宿、彦、上野、小田、南村、倉縄手、湯谷谷、西村、東村、西山、音羽、ひそがち、丸柱、島ヶ原、友野、新道、野間、三田、大谷、西城、東城、服部、高方、羽根、寺田、西明寺などから集まり、総数3500人にもなったぜ。北伊賀の残存勢力を結集させたのね。これに対して、精神してきた蒲生氏里の軍は丘のあたりに陣を構えたぜ。イラン記によると、9月29日の明け方、蒲生氏里、筒井順慶の両軍は肘山に押し寄せたぜ。伊賀衆も森四郎左衛門など肘山の七本槍と呼ばれる強者の奮戦もあり、織田軍の第一波を退けることに成功。また、10月1日には、伊賀衆の精鋭が筒井順慶の陣に用地をかけ、大江に混乱させるなど、織田軍に対して一撃を食らわせたぜ。おお、さすが伊賀衆、用地で一矢報いたわね。だが、所詮多勢に無勢。10
10月2日に伊賀州は農場を開き、すでに肘山の農業が底をつきかけていることに加え、壬生の柏の方面の攻略を完了させた丹羽長秀が御詰めとして迫っているという情報が入り、ここで持ちこたえるのも限界という結論に達したぜ。そして、肘山を脱出した伊賀州はおのおの、大和、山城、近江などに落ち延びていき、その地で潜伏することとなったぜ。その頃織田軍は、丹羽長秀の援軍と合流してから総攻撃に入ることとし、10月3日になって、肘山に攻撃を仕掛けるも、すでに伊賀州は無惨した後だったぜ。さて、肘山が陥落したことで、北伊賀はほぼ織田軍の手中に収まったものの、なお抵抗を見せる伊賀州は、名張まで南下し、現在の名張市赤目町柏原にある柏原城に立てこもったぜ。ここが伊賀州にとっての最終決戦の地となったぜ。イラン記によるとあの有名な桃地丹波もこの柏原城に立てこもっていたとされるぜ。この戦の様子は司馬遼太郎のフクロウの城でも描かれているぜ。さて、伊賀州は織田軍の包囲に20日以上も耐えたとされているが、10月28日には実質的には降伏したとされるぜ。これをもって伊賀地域での組織的な抵抗は終わり、伊賀は織田軍により完全に制圧されたぜ。今回は伊賀州に勝ち目はなかったのね。そして、イラン記によると、織田軍は伊賀で破壊略奪の限りを尽くし、伊賀は荒廃してしまったとあるぜ。悲しいわね。以上が第二次天正伊賀の乱だぜ。伊賀の側から見たらなかなかにひどい戦いだったわね。この時、織田信長は長島一向一揆や本願寺との戦いを通して、民衆が武力をもって支配者に反抗するというのを経験し、そうした社会をなんとか変革しようとしていたんだぜ。信長は武力をもって支配者に仕える武士と、田畑を耕し食料を生産する百姓を完全に分離することで、安定した社会を作ろうとしていたんだぜ。こうした考え方は後に豊臣秀吉に引き継がれることになるんだが、そういった意味では伊賀州のように、特定の大名に従わない有象無象の集団というのは殲滅しておく必要があったんだぜ。時代の大きなうねりの中で、伊賀州に生き残る道はなかったのね。ああ、だが伊賀を蹂躙した信長も一年も経たないうちに京都の本能寺で家臣の明智光秀に打ち滅ぼされてしまうけどな。これぞ、神罰、仏罰ね。本能寺の変局後については、徳川家康の伊賀越えの話も見てほしいんだぜ。ちゃっかり宣伝しちゃって。それじゃあ今回の解説はここまでにするぜ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。Twitter もやってるので、フォローよろしくだぜ。それじゃあ、また見てだーこ。